だからまだ分からんと。さあここからはいよいよエクシーズ召喚を行っていきます。フィールドの、同じレベルのモンスターを重ねて召喚していくんですが、モンスターをエクシーズ召喚。さあここで一度エクシーズ召喚していきますね。はい、もちろん出すのはあのカードでしょう。現れろナンバー39希望ホープ。うわー待って、アニメパラメンタ良き良きぞ。さあということでここで一度停止してエクシーズモンスターについて解説させて。さあということでここでスキルを発いいね。このスキルを使っていきますので、うん、エクシーズ素材の数かける200上がるのでホープの攻撃力は2900となりました。やばくね、やばくね、これは。さあユーマ攻撃していきます。1200のダメージ。いや決まったなこれ。あれあれ、希望ホープの攻撃ホープ剣スラッシュ。スラッシュ。さあこの攻撃でライフポイント0ということでユーマ&アストラルの勝利となりました。ユーマお前よく逆転へのコンボ思いついたよな。確かに。あ、うん、さてはアストラルか。あそうやそうユーマだよ。俺は絶対に出るチャンピオンになる。うわやったぜ。